さあコオロギを入れましたよ皆さん。おー、食べた。世界一可愛いアマガエルがゲット。おお、そら豆じゃないか、あなたは。いいね、そら豆。お、豆太郎も来た。お、豆太郎来た。お、頑張れ。どっちが食べる？どっちが食べるだったら。お、賢い、あのコオロギ。ほら、穴入ってった。さあ、皆さん。おおおお。お、そら豆、あんたがまず食ってほしいな。この子ね、食えんと怒るでね、めちゃくちゃ。豆太郎がね、こないだ突きされてましたからね。おー、惜しい。豆太郎、惜しい。あ、そら豆が見とる奥で。豆太郎に先に食われたら、俺はタックルしとる。豆太郎がめっちゃ見てくる。餌を送れって、うわ、この目力、皆さん。目に力あるなこの子な。うわ、なんかスーパーマンみたいに空飛んどるよこの子。おお、ベロってやった。おお、頑張れ。頑張れな、自分で食べてくれ。おお、豆太郎動きいいねこの子、いつもね撮影しがいあるわ。よし、豆太郎ちょっとだけ手伝ったるわ。よいしょ、はい、これちょっとだけ動かしてった。めっちゃこっち見とったな、あんた今も見とるな。自分で食べてくれよ。ちょっと豆太郎どいて。ちょっといて。この裏にまだおらんかな。あ、一匹おる。豆太郎気づいて、この一匹に。ここにいますよ、皆さん。あ、豆太郎も行ってくれ。お、豆太郎。豆太郎、後ろおるって、あんた。何やっと。豆太郎おるよ。見つけた？豆太郎おるよ。お、豆太郎見つけた。お、グタ。豆太郎ギーキのね、腹ペコですね。こっち向いて、ありがたね。この子は向いてくれるんだよな。豆太郎よかったな。お、豆太郎、この愛くるしい顔。その頃、昼寝さんがね、なんか、こっち見てね、あんたなんか不自然な動きしてるけど、どうして大丈夫か。ピク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 になった。箸欲しいんやろ、あんたは。この子はね、昼寝さんといってね、おじいちゃんがやるなんでね、捕食があんまできないんですよね。ちょっと待っとって、今からやろうかな。昼寝ちゃん食べよう、ほい。食べれる？あー、逃げられた。昼寝さん、もう一回チャンスやるわ。え、行く。おー、ごめん。お、昼寝さん食った。さあ、残りのコオロギ入れていきますよ、皆さん。ピーピーピー。お、食べた。あれ？昼寝さんが自力で食った、すごい。あんた、まだ狩りできたんだね。知らんかったわ、いつも箸で揚げとったけど。逃がしそうだな、この子な。あー、逃げる。あー、逃げた。やっぱり狩りは無理か、おじいちゃんになると。惜しいな、あんなでかいの、よう捕まえたな。怖い。怖わっ。
太郎が上からすごい勢いで降りてきた。この黒いブロック伝って発泡スチロールなんでね、ガサ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 と音がして、うお怖い。おちょっと待ってちょっと待って太郎ごめんな。あ、昼寝さんの真後ろでネズミ男が食った。あ、昼寝さんちょっと顔怒ってないか、最近逃がして。すごいなあ。太郎太郎怖い、太郎怖い。今日の太郎気合入りすぎとるだろこれ。太郎さっきまでな餌に興味示せなかったのにな、今日結構全員が気合入ってますね。あのね、ね、あ、ネズミ男、ネズミ男、後ろにおるぞ、ネズミさん、あんたの背中におる、背後に回られた、頑張れ、頑張れ、ネズミ男、これが動かなな、反応せんでな、この子らな、昼寝さんにもチャンス到来やないの、これ、あ、ネズミ男、そっち向いちゃいかんわ。こんなでかい音のアマガエルは簡単に逃がしちゃったよ。おお、空豆が頑張っとる。誰が食べるやろ。僕の予想ではね、この太郎だと思うんですよ。太郎が一番今日気合入ってるんで。太郎って今の木のね、上、画面右上でね、おお、ちょっと待って。あんたが食ったら太郎怒るかもよ。おお、おお、お、太郎来た、太郎来た。おー、ちょっと待って、太郎が来たよ。あ、昼寝さんがちょっとひるんどる。昼寝ガエルがなんか食べるのやめたな。空気読んだのかな。あ、太郎が、太郎、おー、ちょっと待って、ネズミだとこ、おー、あー、惜しい。うわ、今日すごい、これはすごいな。ちょっとそれよりもね、皆さん、太郎がどえら怒ってこっち見てくるの。あんた知らんが、自分で狩りして食わなあかんよ、あんた大人なんだで。手前の空豆もね、こっち見てアピールしてるけどね、ダメだよ、自分で食わなあかん、太郎ちゃんもな。若手にね、負けとっちゃあかんよ、あんたら。しまった、肝心なところ取り逃してた。最後のビギをね、ネズミ男が仕留めました。これでですね、9月の17日に買った、400匹のコオロギを全部使い切りました。2ヶ月持ちましたね、400匹で。で、早速ね、今日も実はね、発注しました。同じく400匹また食べれるでな、豆太郎。あんたも本当は3匹ぐらい食いたかったんだろうけどな。あさってまで待っとってな。またコオロギがね、小ぶりになりますよ。小さいサイズまた買って育てながらね、餌やりしてきますのでね。さあではね、今日はこのあたりで。皆さんご視聴ありがとうございました。